どうも、ゆっくりほのかちゃんです。皆さん、お久しぶりです。今回はちょっとお知らせしたいことがあったので戻ってきました。お知らせといってもそんな大したことではないのですが、皆さんは私が以前に投稿した、ラブライブで同じシーンを集めてみたという動画の、タッチミーバージョンを覚えていますか？実は投稿してからしばらくして諸事情で再生できなくなっていたのですが、最近また再生できるようになりました。もし久しぶりに見たいという方や興味がありましたら、概要欄に貼っておきますのでご覧になってみてください。さて、お知らせは以上となりますが、せっかく戻ってきたからついでに何か作ろうと思い、虹ヶ崎に来編で、体験を作ってきたのでよければ参加してみてください。初めて参加される方も多いと思うので、どんな内容なのか簡単に説明すると、例えばこの画像をよく見てください。どこかがだんだん変わっていくのがわかりますか？そうです。ゆうちゃんが消えてあゆむちゃんが絶望していますね。つまり、体験とは、ご覧のように画像の一部が時間とともに変化していくので、それを皆さんに見つけてもらうといった内容になっています。出題する問題は初級編の2問と上級編の3問の合計5問。初級編は誰でもわかる簡単な問題にしていますが、上級編はかなり難しくなっているので後でヒントを出します。ちなみにこの企画では、問題の答えがわかった人は、最後までわからなかった人は、意味わかんない。全問正解できなかった人は、負けーと叫ぶ決まりになっています。もし恥ずかしくて無理だという人は、心の中で叫ぶか、コメントでも大丈夫ですよ。さて、説明が長くなりましたが、早速初級編の1問目から始めていきましょう。それでは答え合わせです。あゆむちゃん、元の位置に戻ってくれる？ありがとう。ではここに注目してください。そうです。正解はあゆむちゃんがゆうちゃんに近づいていました。あゆむちゃんもいい。あ、はい。では続いて2問目に行きます。それでは答え合わせです。ここに注目してください。そうです。正解はシートの色が変わっていました。さて、ここからはいよいよ上級編となります。画面をじっくり見ないとわからないと思いますので、頑張って探してみてください。それでは上級編の1問目を始めていきましょう。どうでしたか？ヒントは何かが増えます。それではもう一度。それでは答え合わせです。ここに注目してください。そうです。正解は本の数が増えていました。では続いて2問目に行きましょう。3、2、1。
くにー。どうでしたか？皆さんさっきから歩夢ちゃんの手をチラチラ見てますが、別に持っているものが変わったりはしませんよ。でも惜しいです。ヒントはそのあたりをよく見てください。それではもう一度。それでは答え合わせです。ここに注目してください。そうです。正解はテーブルの大きさが変わっていました。では次が最後の問題となります。最後は今までの中で一番難しい問題になっています。それでは最後の問題を始めていきましょう。どうでしたか？ヒントはキャラではなく背景です。それではもう一度。それでは答え合わせです。ここに注目してください。そうです。正解はラブの王の部分が塞がっていました。といった感じで以上で上級編の問題は全て終了となります。お疲れ様でした。どうも、ゆっくりほのかちゃんです。皆さん、お疲れ様でした。今回の虹ヶ崎2期編で2個体験はいかがだったでしょうか？全問正解だった方もあまり答えがわからなかったという方も、最後まで楽しんでいただけたら幸いです。さて、ここからは動画とは関係なく個人的な話になるので、気になる方だけ聞いてください。前回の動画をご覧になってくださった方はすでにご存知かと思いますが、実は長い間続けてきたラブライブの動画投稿を終了することにしました。今までオープニングパロや映画の予告編、同じシーンを集めてみたなど、自分が見たいと思った動画を作り続けてきましたが、思いつくことを全て作り終えて満足してしまい、そろそろ終わりにしようと思い決断しました。自己満足でクオリティの低いものばかりだったかもしれませんが、一つでも気に入った動画がありましたら、またいつか思い出した時にでも見ていただけたら嬉しいです。今後は何も予定を考えていませんか？もし他のアニメの動画を投稿することがありましたら、その時はよろしくお願いします。それではここまでご視聴していただき、ありがとうございました。そして、長い間、ありがとうございました。お疲れ様です。